行くぞ。うん。昨日はよく眠れたか？そこそこ。あまり眠れなかったんだな。そんなことない。いいとこのお嬢ちゃんがいきなりこんな砂漠に来りゃそうなるか。いいとこのお嬢ちゃんじゃない。あんな大金を依頼料としてポンと出せるのにか。あれはちゃんと私自身が稼いだものよ。ああはいはい、天才だもんな。うん。とにかく無理はするなよ。疲れたんなら意地張らずにそう言え。善処するわ。善処してくれ。ふん、遅いわね。砂漠ね、どこまでも砂漠ね。ああ。ねえ、何か面白い話をして。雑に振るな。はっ、はった、てや、そこ、終わりだ。いや、そこ。そうだな、うがつ角は、はむためにあらず。内種のことわざね。よく知っているな。力を振るう意味を忘れるな、だったかしら。そうだ。そこ。雄大な才の幻獣ボザーク様の角は敵をたやすく貫く。だが肉を食わぬボザーク様は生きるために他者を害する必要がない。ではその角を振るう理由は何か。いや、戦う意味を常に考えろ。転じて力に溺れるな、卑怯なことはするな、という意味もあったわね。それで？リディが力を求める理由や目的は、力を求めるに値することか。ええ、もちろんよ。そうか。毎種のことわざなんてどこで覚えたんだ？うん。そうか。ことわざだけじゃないわ。ワースバードの外の世界のこと、それぞれの国の歴史や暮らし、それに影響を与えるマナや幻獣のこと。私は本で世界を知ったの。知識と発想からリアクターだって作れる。リアクターなんて帝国の最重要機密だろ。りゃ、そんなことまで本に載ってるのか。本に限らず知識の仕入れ先はあるのよ。文通とかね。はっち、そりゃ、そこ。いや、嘘、まだいける。文通って手紙をやり取りするあれか。私の文通相手はそれこそいろんなところへ行って見聞きしたいろんなことを教えてくれるわ。はっ、そうか。いや、今回もその人が教えてくれたことのおかげで旅立つ踏ん切りがついたようなものだし。そこ、だいぶ調子が戻ったな。てや、あ、さっきからよく喋る。昨日へばっていたのとは別人だ。おかげさまで体力はだいぶ戻ったわ。今は
この見渡す限りの砂漠をどう気分を紛らわせて渡りきるかが問題よ。そのためのおしゃべりってわけか。そうね、疲れるけど、こうして話しながら旅するのは悪くないと思うわ。射出。そこ。疲れた。おい、さっきの異性はどこに行ったんだ。疲れないとは言ってない。そこだ。もう喉が渇いて死にそう。へばったままの方が静かでよかったか。何あれ。あ、砂丘の向こうに何か見えない？行ってみましょう。疲れたり張り切ったり忙しいな。もしかしてあれ、オアシスじゃない？喉の渇きが潤せそうでよかったな。オアシスか。ここで少し休憩していこう。うん。水を汲んでくる。どうし。来るぞ。ぼーっとするな。してない。ちょっとびっくりしただけ。町の中にいたんじゃわからんだろうが。こういう不測の事態は外の世界じゃよくある。いちいち驚いていたらキリがないぞ。うん、いや、慣れるようにするわ。このくらい仕留める。いや、ここだ。いや、せい。そこだ。大丈夫、逃げ見えよう。そこだ。そこ、また来るわ。このくらい問題ない。全て打ち払うだけだ。仕留める。せまだに。はっ、おら、そら。このくらい。そら、はっ、おら、そこだ。嘘。このくらい。遅いわね、遅いわね。そこ、そこ、ここだな。嘘。はっ、俺がいる。下がってろ。大丈夫、私も戦うわ。そこ、そこ、仕留める。そこ、終わりだ。そこ、無駄だ。しっかり守ってよね。しっかり守られてくれればな。そこ、そら、
逃がさん気分だな。そこだ、そんなで、そんなの、いや、そこだ、せ、それ、そら、終わったか。もう大丈夫。喉カラカラだな。安心しろ、もういない。ほら水だ、これで喉を潤しておけ。うん、少し休んだら出発するぞ。了解。もう大丈夫か。ええ、問題ないわ。念のために水も汲んでおいたし。賢明だな。ぶっきらぼうだけど水を汲んでくれたり、優しいのね。そんなのは護衛の仕事の範囲内。そうだ。大丈夫か。うん、平気。ずいぶん長い下りだったな。ねえ、なんだ。さっきの楽しかったわね。砂漠がずっとあんな感じだったらいいのに。何をのんきなことを。あれ、ウールハル村よね。ああ、ついに、ついに砂漠が終わるのね。あの村の先もずっと砂漠だぞ。う、そうね、知ってたわ、本で読んだもの。はあ、世界って本当に広い。エドはそれを歩いて旅してきたのね。そんな大げさな話じゃないがな。エドはマイシュの出身なんでしょ。ああ、マイシュは6年前に帝国に占領されたのよね。そうだ。マイシュは反帝国の強国だったのに、ほとんど抵抗もできずに占領されたって聞いたけど、何があったの。やけに聞いてくるな。あの時はマイシュ国内の軍が突然反旗を翻して王城を制圧した。そしてそのまま
無抵抗で帝国に降伏した。どうして？全くわからん。直前まで一致団結して帝国に抗おうとしていたはずなんだがな。その時エドはどうしていたの？どうもしていない。言われるままに国を出て、あとは放浪の傭兵だ。毎種に帰ろうとは思わんな。帰ってどうなるわけでもなし。そう？エドなら何か変わるかも。俺を何だと思ってるんだ。そういえばマイスの王族は不思議な力を持ってるとからしいな。王族の力は連邦の聖魂騎士にも匹敵するとか。さてな。王族に伝わる双剣技。無駄話はそれくらいにしろ。喋ってると体力を消耗するぞ。もうすぐ村だ。やっと着くのね。それにしても砂漠に町や村を作った昔の人ってすごいわね。まったくだな。あいつら、確か町にいた。おっと、ここは通行止めだぜ。こいつら、わざわざ先回りしてきたのか。村には列車の発着場があるから、それで来たのかも。ご苦労なことだな。この前は不覚を取ったが、今度はそうはいかねえぞ。痛い目に遭う前に身ぐるみ全部こっちによこしな。できもしないくせに。ああ、うちの護衛にボッコボコにされたくなかったらそこをどきなさい。おい、もう一度やらないとどこまでも追ってくるわよ。確かに。やろってるか。大丈夫かこいつら。大丈夫じゃないからあんななんでしょ。うるせえぞ野郎ども、やっちまえ。謝るなら今のうちだぞ。そうだそうだ、今なら特別に許してやる。だったらわざわざ突っかかってくるなよ。そこ列車まで使って先回りして。やろ、そバカなのか。どれバカなんでしょう。
おう、てめえら、言ったな、言っちまったな。もう絶対許さねえ。謝っても遅いからだ。あちゃ、とっとと片付けよう。とここだ。そら、おら、せりゃ。そこ、全然だけの気分だな。そこ、そこだ。ここだ。最初のパワーだ。せりゃ、せりゃ、そこだ。せ、てや、どら、そこ、そこ、せりゃ、そこだ。護衛の出番だな。ええ、頼りにしてるわよ。そこだ。そこ、はい、そこ、そこ、せ、た、ここだ。俺の髪に触れたら、逃がさ、やけど、最強パワーだよ。てや、はい、や、逃がさ、ふう、そこ。そこ、おれ、射出、そこ、ここだな。行くわよ、エド。そこ、おい、護衛より先に突っ込むな。仕留める。わしを消しちゃうよ。と、ここだ。仕留める。と、ここだ。はっ、逃がさ。最強パワーだ。髪が崩れる。ふっとりなさい。や、仕留める。俺の髪に触れたの。射出、ここだ。しっかり守ってよね。しっかり守られてくれればな。終わりだ。仕留める。痛い。髪が崩れる。チャンスね。よし、私も。そこだ。髪が崩れる。もう最強。やめて。逃がさ。その程度か。そこだ。そら。吹っ飛びなさい。お母さん！あー、バカ！どこに行く？ノー！うわー！自業自得ね。さ、今のうちに村に入っちゃいましょう。エド？先に行ってろ。まさか助けるの？放っておくわけにもいかないだろ。連中が私たちに何をしようとしてたのか忘れたの？関係ない。お人よし。しょうがない。お前、まったく仕方ないわね。おい、先に村に行ってろって言ったはずだが。護衛のそばから離れちゃいけないんでしょ。そこ、いや、ああ言えばこういう。前には出るなよ。善処するわ。おい。吹っ飛びなさい。いや、はっし、てや、せい、そんなで、大丈夫。ここね。しまった。逃げ切れ。行くわよ、エド。おい、護衛より先に突っ込むな。そこ。そら。ここね。てや。俺に。力を貸せ。そんなの。そこ、せ、好きだらけだ。このくらい。そこだ、せっと、てや、俺がやる。下がってろ。いや、大丈夫、私も戦うわ。クラが、そこ、そこだ。このくらい。そこ、おら、しぶといな。私が参戦してよかったでしょ。そこだ。それはどうだかな。そう、素直じゃない。そっちこそ聞き分けがないだろう。いいわ、こいつを倒して私が天才だってこと証明してあげる。このくらい。ここだな。し、てや、せ、逃がさ。せ、し、そこ、そこ、りゃ、出し惜しみはなしだ。やっと、そこ、いや、好きだらけだ。
終わったわね。ああ、あとはこいつらを。助かった。鬼切るぜ。勘違いするな。お前らに死なれると官権に引き渡せないからな。え？あれだけやらかしたんだ。引き渡せば少しは賞金がもらえるだろうさ。しけてるな。そんな小金のために獣と戦うなんて。故郷で暮らしてた時は苦労なんてしたことなかったでしょうに。マイシュの王子エドワール・ルキエ殿下。どこで知った？情報の出どころは黙秘させてもらうわ。で、それを知ってるから何だって言うんだ？力を貸してほしいの。なぜ俺なんだ？エドなら私に共感してくれると思ったから。何？王子でありながら国を滅ぼされ故郷を追われた。さぞ絶望したでしょう。だからきっとこう思ってるはず。こんな世界壊れてしまえ。だから証明するの。こんなクソったれな世界が壊れること。落ち着け。私の計算だとこの世界もう滅びてるわ。はあ？でもそれは確定ではないの。だからその証拠を得るために幻獣を調査したいの。はあ。その間の護衛お願いできるかしら？それは追加の依頼と受け取っていいのか？そうね。分かった。その依頼受けよう。エドならそう言ってくれると思ったわ。それじゃあまずはシルベーアの塩アグライアを目指しましょう。ああ。想像以上にやべえのと関わっちまった。何をどうしたらあんなガキに育つんだ。何にせよあんな危なっかしいガキ放ってはおけねえだろ。いやいや、心配だからじゃない。これも報酬のためだ。次回テイルズ・オブ・ルミナリアエピソードエドワール英雄の条件。次はもう少し金になるといいんだがな。